曲がる宿毛矯正問題最近そういう動画見ましたね。まあ最近じゃなくてもう10年15年ぐらいデジタルパーマが流行ったあたりからみんなやってるんだよねコテでひん曲げてさほんで真似してやったって曲がんないんだよ床屋さん系がよくやるアイロンパーマとかパンチパーマって乾いた毛髪にコテかけるのかいあれは全く知らないんだけどね。あれは薬をつけて 薬がついたまんま加温されたコテで巻いちゃうのあれは一回油水で水巻きで熱いコテで巻くのそれとも完全に乾かして水分飛ばしてからコテで巻いてパンチにするのかい美容の場合は宿毛矯正の延長線でね乾いた状態で180度のアイロンでひん曲げるわけだけどまあ何をやっても無理だね。あのアイロンいいうのはまずタイじゃない 平らなもので180度で髪の毛を挟むとその時点で還元と酸化が同時に行われちゃってんだよねでその髪の毛を後でひん曲げよったっておそらく仮説だけど還元と酸化が全て終了してんだよねまっすぐもうかかってしまったものを曲げよったってもうパーマーが終わってから曲がんないんだよねで曲げようと思うとこれ不思議なもんで一回濡らしてね巻きもんで巻いて加もするとかかるんだよね どうも説明がつかないんだけどね、まあ、毛先を曲げるし毛矯正ね安直に曲がりますよっつってねの傷んだ毛先にねパーマ液塗ってねあとで、ね、やるっつうのコテでその痛みの方がやっぱり怖いよね余計なことやって余計痛ましちゃうともう切るしかないからねし毛矯正の修正っつうのはねだけどね毛先が曲がるし毛矯正ねできるってね言い切ってね あの講習会やったりセミナーでね披露したり YouTube でやったりねと本当に曲がんのかなって錯覚起こすんだよねそれこそね10年ぐらい前かねもう散々やったよね結局ストレートの板で挟んだ時点でもうそこでもうストレートにかかっちゃってんだよねじゃあ R のアイロン買ったよねうちも R アイロンそれでやったら曲がるんじゃねえかって曲がんない結局曲がんない <laughs> 何やってもストレートはストレートだよ 一回ストレートパーマかけると着物系パーマでやらないと曲がんないんだよね。でこういう情報で一番怖いのがさお客様だよねネットで調べてね特に男のお客さんなんかね「うい宿毛矯正で曲げることができるんだじゃあやってくれよ」っつってねでうちの店なんか来てねこうやって説明してもね「なんかこのおっさん美容師ダメだこれやってんでね最後はね思ったのと違う」とか言ってクレーム電話かかってきた時にはもう,もう触るんじゃなかったと思うよね。 <laughs> はいお疲れ様でした。